死者の書は、尺長空による幻想小説。大間寺に伝わるトーママンダラ演技、中上美名伝説に層を得て書かれた。書出は1939年に、日本評論1月号、2月号、3月号にそれぞれ死者の書、死者の書、死者の書として掲載される。1943年9月には、政治者から雑誌掲載文を各章の入れ替え、 造法肯定した単行本、死者の書として出版された。原稿版は、政治者本を底本とした、中古文庫、岩波文庫、角川ソフィア文庫、平城京のとの栄える頃のことである。春の悲願の中日、二条山に火が落ちた時、中条姫は尊い面影、人の姿を見た。千武社教の成就に導かれ、非合の死を遂げた、大津美子の亡霊とまみえ、 尊い面影人と重なるその姿をハスイでマンダラに織り上げた姫は、さまよう魂を沈め、自らも浄土へと誘われた。2006年には河本喜八郎により人形アニメーションを映画化された。2006年2月11日公開、上映時間70分。同名タイトルでのコミカライズ作品が近藤陽子の作画で、 月刊コミックビームの2015年1月号より連載。また、企画展、折口忍と死者の書が2016年9月3日から10月10日にかけて国学院大学博物館でも開催された。ザ・ベスト漫画2017この漫画を読め。では、第7位に選出された。ありがとうございます。